医学療法を受ける幼いポリオ後遺症の患者、1950年代。ウイルスの社会史では、ウイルスとウイルス感染が人類の歴史へ与えた影響について記述する。ウイルスを原因とする伝染病は、約1万2000年前の新石器革命で人間の行動が変化し、人口が密集した農業共同体が形成された時に始まった。これによってウイルスは急速に拡散し、 その後、フード病となった。植物や家畜のウイルスも増加し、人間が農耕や牧畜に依存するようになるにつれ、ジャガイモのポキウイルスや家畜の牛液といった病気が壊滅的な結果をもたらすようになった。天然痘とマシンのウイルスは、人に感染するウイルスの中でも最も古いものである。他の動物に感染するウイルスから進化したこれらのウイルスは、 数千年前にヨーロッパと北アフリカの人類の前に初めて出現した。これらのウイルスは後にヨーロッパ人によって新世界へと運ばれたが、先住民はこれらに対する免疫を持っていなかったため、数百万人が伝染病で死亡した。インフルエンザのパンデミックは1580年から記録されており、その後の世紀も頻度を増しながら発生し続けている。 1918年から1919 19年にかけてのパンデミックでは4000万人から5000万人が1年以内に死亡し、歴史上最も壊滅的な伝染病流行の一つとなった。ルイパスツールとエドワード・ジェンナーはウイルス感染から保護するワクチンを開発した最初の人物である。1930年代の電子顕微鏡の発明によって、 ウイルスの性質は解明され始め、ウイルス学研究は勢いを増した。20世紀には、昔からの病気も、新しい病気も、多くが、ウイルスによって引き起こされていることが判明した。古来からのポリオの流行は、1950年代に、ポリオワクチンが開発されると制圧されるようになっていった。一方、HIV は、この数世紀の間に出現した新しいウイルスの中で、 最も病原性の高いものの一つである。ウイルスはその病原性に対して科学的関心が寄せられてきたが、ほとんどのウイルスは有益なものである。それらは種を超えた遺伝子の水平伝播によって進化を駆動し、生態系の中で重要な役割を果たす生命に必須の存在である。過去5万年から10万年の間、 現生人類の数が増加し世界中へ拡散するにつれ新しい感染症が出現しその中にはウイルスが原因のものも含まれていたそれ以前の人類は小規模な孤立した共同体で生活していたため伝染病はほとんど存在しなかった歴史上最も致死性が高く破壊的なウイルス感染である天然痘は約1万千年前インドの農村に 初めて出現した。この人のみに感染するウイルスは、おそらく月肢類のポックスウイルスから派生したものである。人が月肢類と接触するようになり、月肢類が保持していたウイルスが人に感染するようになったと考えられる。ウイルスがいわゆる種の壁を越えた時の影響は深刻であり、人はほとんど免疫を持っていなかった可能性がある。当時の人類は小規模な共同体で生活しており、 感染した人々は死亡するか、免疫を発達させるかした。この獲得免疫は母乳中の抗体や母親の血液から胎盤を通過して胎児へ移動する抗体によって一時的に、子孫に伝達されるだけである。そのため、おそらく各世代で散発的なアウトブレイクが起こっていたと考えられる。紀元前9000年頃、多くの人々が、 ナイル川の肥沃な氾濫源に移住し始め、ウイルスが定常的に存在するのに十分な人口密度となった。オタフク風、風疹、ポリオといった高い人口密度を必要とするウイルス病もこの時期に初めて出現した。紀元前9500年頃に中東で始まった新石器時代は人々が農家となった時代であった。農業革命に伴うモノカルチャーの発達は いくつかの植物ウイルスが急速に広まる機会となった。人間ンン豆南部モザイクウイルスなどのソベモウイルスの多様化と拡散もこの時期に始まる。ジャガイモや他の果物、野菜のポテウイルスの拡散は約6600年前に始まる。約1万年前、地中海盆地周辺に居住していた人々によって野生動物の家畜化が始まった。豚、牛、ヤギ、羊、 馬、ラクダ、猫、犬が飼育下に置かれた。これらの動物はそれぞれ取得有のウイルスを保持していた。動物から人へのウイルスの伝染が起こる可能性はあったが、そのような人獣共通感染は稀であり、インフルエンザのような有名な例外はあるものの、その後の人から人感染となると、さらに稀であった。ほとんどのウイルスは種得意的であり、人への脅威とはならなかった。 動物由来のウイルス病の稀な流行は、ウイルスが人へ完全に適応することはなかった。ため短期間で収束し、人の集団はまだ感染の連鎖を維持するには少なかった。他の、より古くから、あるウイルスは脅威の少ないものであった。ヘルペスウイルスは8000万年以上前に、原生人類の祖先に初めて感染した。 人はこれらのウイルスへの体制を発達させてきた。このような軽度のウイルス感染の記録は稀であるが、初期の人化生物も今日の人類と同様に、ウイルス性の風邪、インフルエンザ、下痢に苦しんでいたと考えられる。より近年になって進化したウイルスが、流行やパンデミックを引き起こしていることは、歴史が記録するところである。インフルエンザウイルスは、豚からアヒルなどの水鳥、 そして人へと種の壁を越えてきたと考えられる。ポリオ後遺症の人物を描いたと考えられる古代エジプトの石碑第18王朝。ウイルス感染の最初期の記録の一つは古代エジプト第18王朝の神官を描いた石碑でポリオウイルスの感染に特徴的な戦色が描かれている。第19王朝のファラオであったサプタハのミイラにはポリオの兆候があり、 3000年以上前に埋葬されたラムセス五世や他のいくつかの古代エジプトのミイラには天然痘の証拠が残っている。紀元前430年にはアテネで天然痘の流行があり、アテネ軍の4分の1と多くの市民が感染が原因で死亡した。マシンは古い病気であるが、それを初めて同定したのは10世紀のペルシャの医師、アルラーズ医である。 アルラーズインはマシンに対し、ハスバーというアラビア語の名称を用いたが、ラテン語の赤に由来するルービラ、小さな薬病を意味するモビリなど多くの名称がマシンに対して用いられていた。マシンウイルスは犬ジステンパーウイルスや牛ュウイルスと極めて禁煙であるため、マシンは家畜化された犬や牛から人へ伝染するようになったと想定されている。マシンウイルスは 12世紀までには当時広まっていた旧液ウイルスとは完全に異なるものとなっていたと考えられる。マシンへ感染すると中性免疫が獲得される。そのためウイルスの流行には高い人口密度が必要であり、おそらく新石器時代には発生していなかった。中東でのウイルスの出現に続いて、紀元前2500年にはインドに到達していた。マシンは 当時の子供には極めてありふれたものであったため、病気であるとは認識されておらず、エジプトでは、人の成長の通常の段階として記述されている。ウイルスに感染した植物の最初の記述は、万葉集の後見天皇の和歌であり、夏に黄色い葉を持つ植物が読まれている。その植物は、後に沢日踊りユッポトリアムリンドレーナムとして同定され、 しばしばトマトオカハマキウイルスに感染する。狂犬病の犬を描いた中世の規範が、ヨーロッパの急速な人口増加と町や都市部の人口密度の増加は多くの伝染病にとって豊かな土壌となった。その中でも最近感染である。国死病はおそらく最も悪名高いものである。天然痘とインフルエンザを除いて現在ウイルスが原因として知られている。 感染症のアウトブレイクの記録は稀である。狂犬病は4000年以上前から認識されていた病気で1886年にルイパスツールによってワクチンが開発されるまでヨーロッパで流行していた。中世を通じてヨーロッパでの平均寿命は35年であり、子供の60%が16歳を迎える前に死亡しており、その多くは6歳までに死亡していた。 医師は、わずかしか存在しなかった上、その医学的知識は限られていたため先生術に多くを依存しており、感染症の治療は、ハリネズミの油で焼いた猫から調整された軟膏といったものだった。子供の死因の多くは、マシン、インフルエンザ、天然痘であった。十字軍やイスラムによる征服は、天然痘の拡散を促進し、5世紀から7世紀の間に、 ヨーロッパへ持ち込まれた後、頻繁な流行の原因となった。マシンは人口密度の高いヨーロッパ、北、アフリカ、中東の国家で流行した。イングランドで当時マシルズと呼ばれていたこの病気は、13世紀に初めて記載され、おそらく526年から1087年の間に起こった49の薬病のうちの一つである。マシンと極めて近縁のウイルスによって引き起こされる。 牛液はローマ帝国の時代から牛の病気として知られていた。この病気はアジアに起源を持ち370年頃の粉族の侵入によってヨーロッパに初めてもたらされた。ジンギスカンと彼の軍隊によって引きられたモンゴルの侵入は1222年、1233年、1238年にヨーロッパでパンデミックを引き起こした。 その後、大陸からの牛の輸入に伴って、感染症はイングランドに到達した。当時、牛液は致死率が80-90%の壊滅的な病気であり、この損害によって基金が引き起こされた。ヘンリー・チューダーが1485年8月22日に、ボズワースの戦いに勝利したすぐ、あと、彼の軍隊は、続流熱に見舞われた。当時の観察者たちはそれを、 新しい病気として記述していた。この病気は主に富裕層が影響を受けたという点で珍しいものだったが、ヘンリー7世が兵士を募集したフランスに危険を持つものである可能性がある。流行は1508年の暑い夏にロンドンを襲った。患者は1日以内に死亡し、街中に死体が満ちていた。死体を運ぶに車を除いて、人通りは消え、王ヘンリーは、 医師と薬屋を除いて、市街地への立ち入りの禁止を宣言した。病気はヨーロッパへ広まった。1529年7月には、ハンブルクに到着し、最初の数週間で1000人から2000人が死亡した。その翌月には、プロイセン、スイス、北欧で猛威を振るった。最後のアウトブレイクはイングランドで1556年に起こった。 数万の人々の命を奪ったこの病気は、おそらくインフルエンザか、それに似たウイルスの感染であると考えられているが、医学がまだ科学ではない時代であり、当時の記録は信頼性に欠けるものであった。医学が科学となるにつれ、病気の記述は明確なものとなっていった。当時の医学は感染した患者の苦しみを和らげることに関しては無力であったが、 病気の拡散を抑えるための手段が講じられた。貿易や旅行は制限され、感染した家族は共同体から隔離され、建物は燻蒸消毒されて家畜は殺された。インフルエンザの感染への言及が出現するのは15世紀後半から16世紀前半であるが、それよりはるか昔から感染が起こっていたのはほぼ確実である。1173年に起こった流行がおそらく、 ヨーロッパで最初のものであり、1493年には現在の豚インフルエンザが原因と考えられるアウトブレイクがイスパニョーラ島の先住民を襲った。これにはコロンブスの船に乗っていた豚が感染源であることを示唆するエビデンスが存在する。1557年から1559年にかけてイングランドで起こったインフルエンザの流行では、 人口の5%にあたる15万人が感染によって死亡した。死亡率は191819 19年のパンデミックと比較してほぼ5倍であった。信頼性のある記録がなされた最初のパンデミックは1580年7月に始まりヨーロッパ、アフリカ、そしてアジアへ広がった。死亡率は高くローマでは8000人が死亡した。 続く三つのパンデミックは18世紀に起こり、中でも1781、82年のものは、おそらく歴史上最も破壊的なものであった。1781年11月に中国で始まり、12月にはモスクワに到達した。1782年2月にはサンクトペテルブルクを襲い、5月までにデンマークに到達していた。6週間以内に、 イギリスの人口の75%が感染し、パンデミックはすぐにアメリカ大陸へ広まった。16世紀のアステカで描かれた天然痘とマシンの患者。15世紀から18世紀にかけてヨーロッパ人の入植者が到着するまでアメリカ大陸とオーストラリアにはマシンと天然痘は存在しなかった。マシンやインフルエンザとともに天然痘はスペイン人によって アメリカ大陸に持ち込まれた。天然痘はムーア人によってアフリカから持ち込まれスペインで流行していた。1519年に天然痘の流行がアステカの首都テノチティトランで発生した。この流行はキューバのエルナンコルテスに従っていたパンフィロデ・ナルバイスの軍隊から始まったもので、彼の船には天然痘にかかったアフリカ人奴隷が乗っていた。 1521年の夏にようやく、スペイン人が首都へ入ると、彼らはそこに天然痘患者の遺体が転がっているのを発見した。この流行と、1545-1548年、1576-1581年に起こった流行によって、最終的に先住民人口の半分以上が死亡した。スペイン人のほとんどは免疫を持っており、900人にも満たない。 コルテスの軍隊がアステカを破ってメキシコを征服することは天然痘の助けなしには不可能だっただろう。後に多くのアメリカ先住民の集団がヨーロッパ人によって持ち込まれた病気の意図しない拡散によって壊滅した。1492年のコロンブスの到着からの150年間で北アメリカの先住民の人口はマシン、天然痘、インフルエンザを含む 病気のために80%減少した。これらのウイルスによる損害は先住民集団を追放し征服しようとするヨーロッパ人の試みの大きな助けとなった。18世紀まで天然痘はヨーロッパでも流行していた。ロンドンでは1719年から1746年の間に5回の流行があり、他のヨーロッパの主要都市でも大規模なアウトブレイクが起こった。 18世紀の終わりまで毎年40万人のヨーロッパ人がこの病気で死亡していた。天然痘は1713年に南アフリカイ,インドから船で運ばれて到達し、1789年にはオーストラリアを襲った。19世紀には天然痘はオーストラリアのアボリジニの最も重要なシーンとなった。1546年にジローラモフラカストロによって、 典型的なマシンの記載をがなされた。彼は、この病気が人から人へまかれる、種子によって引き起こされると考えた。1670年にロンドンを襲った流行は、トーマス・シデナムによって記録されており、彼は、大地から発生する有毒な蒸気が原因であると考えていた。彼の理論は誤っていたものの、彼は熟達した観察者であり、詳細な記録が残された。 黄熱はフラビウイルスの一種によって引き起こされる致死性の高い病気である。ウイルスは蚊を介して人へ伝染し3000年以上前に初めて出現した。記録された最初の流行は1647年にバルバドスで起こり当時マサチューセッツ湾植民地の総督であったジョン・ウィンス・ロップによってバルバドス・ジステンパーと呼ばれた。彼は人々を守るために 検疫の法律を可決させたが、このような法律は北アメリカで初めてのものであった。17世紀から19世紀にかけてさらなる流行が北アメリカで起こった。デング熱の最初の症例は1779年にインドネシアとエジプトで発生した。病気は貿易船でアメリカへ運ばれ、1780年にはフィラデルフィアで流行が発生した。 アンブロジウス・ボスハールト、生物ヨーロッパの美術館では、魅力的な色の島を持つチューリップを描いた絵画を多く見ることができる。そのほとんどは、ヨハネス・ボスハールトの生物画のように、17世紀に描かれたものである。チューリップは特に人気があり、余裕のある人々がそれを求めていた。1630年代のチューリップバブルのピーク時には、一つの球根が、 家と同じくらいの価値があった。チューリップの島模様がジャスミンから誤って人為的に感染させられたウイルスによって引き起こされていることは当時知られていなかった。ウイルスによって球根が弱ってしまうため投資としてはまずいものであった。また、親の球根の魅力的な特性はわずかな球根にしか受け継がれなかった。アイルランドでの1845,1852年の ジャガイモ基金以前は、ジャガイモに最も多い病気は、カビではなく、ウイルスによるものであった。カールと呼ばれた病気は、ジャガイモリーフロールウイルスによって引き起こされるもので、1770年代にイングランドで蔓延し、ジャガイモの収穫量の75%が壊滅した。その当時、アイルランドのジャガイモの収穫は、比較的影響を受けていなかった。 エドワード・ジェン・ナーメアリー・ウォートリー・モンタギューは、イギリスの貴族、著述家で国会議員の妻であった。1716年、彼女の夫エドワード・ウォートリー・モンタギューは、イスタンブールのイギリス大使に任命された。彼女は彼に同行して到着した2週間後、天然痘からの保護のために、人痘摂取が現地で行われていることを発見した。彼女の弟は、天然で死亡しており、 彼女自身も天然痘にかかっていた。彼女の5歳の息子エドワードに同じ苦しみを味わわせないよう心を決めた彼女は大使館の外科医、チャールズ・メートランドに命じて彼に人痘接種を行わせた。彼女はロンドンへ戻った後、王の医師たちの面前で彼女の4歳の娘へ人痘接種を行うようメートランドに依頼した。その後モンタギューは 当時のプリンス・オブ・ウェールズに対し人痘接種の公開実演の講演を求めて誓願を行った。死刑を宣告されニューゲート監獄で刑の執行を待っていた6人の受刑者が完全な社面を求めて公開実験の被検者に志願した。1721年に人痘接種が行われ全ての受刑者が回復した。その保護効果を確かめるため 受刑者の一人であった19歳の女性は、6週間に、渡って10歳の天然痘患者と同じベッドで寝るよう、命じられた。彼女は、病気に感染することはなかった。実験は11人の孤児でも繰り返され、全員がその試練を乗り越えた。そして1722年には、ジョージ1世の孫までもが接種を行った。しかし完全に安全というわけではなく、50人に1人の、 確率で死亡する可能性があった。また、その手続きは効果で、医師は5ポンドから10ポンドの料金を取った。その技術は50ポンドから100ポンドで他の医師に売られ、時には利益の半分が要求されることもあった。人頭接種は儲かる特権となったが、1770年代後半までは、大衆の手段となることはなかった。また、当時は、 ウイルスや免疫系のことは何も知られておらず、どのように保護効果が得られているのか知るものはなかった。ジェンナーの予防接種を描いた1802年の漫画、予防接種を受けた人の体から牛が現れる様が描かれている。エドワード・ジェンナーはイギリスの田舎の医師で少年の頃に人痘接種を受けていた。彼は非常に苦しんだが生き残って天然痘から保護された。 ジェンナーは、牛頭と呼ばれる比較的軽度の感染症にかかった、落農家は天然痘に免疫がある、という土地の俗信を知っており、この説を検証することにした。1796年5月14日、彼は、牛頭摂取のための8歳前後の健康な少年を選んだ。その少年、ジェームス・フィップスは、軽度の発熱があっただけで、摂取実験を生き残った。 1796年7月1日に、ジェンナーは、スモー・アルポークス・マターを用いて、フィップスの腕に繰り返し接種を行った。フィップスはその後も20回以上接種を行ったが、病に倒れることはなかった。これが、予防接種の始まりであり、バクシネーションという語は、ラテン語で、牛を意味する、馬鹿に由来している。ジェンナーの方法はすぐに、人頭よりも安全であることが判明し、 1801年までに10万人以上が予防接種を受けた。人頭接種を実施していた医師たちは収入の減少を予見して反論を行ったが、貧困層への無料の予防接種が1840年にイギリスで導入された。同年、人頭接種は関連死のため違法となった。1853年の予防接種法によってイングランドとエールズで予防接種は 義務となり、子供に3ヶ月までに予防接種を受けさせなかった親は1ポンドの罰金となった。しかし法律は適切な強制力を持たず、1840年からの予防接種のシステムは非効率的なものだった。初めの頃は人々は従っていたが、後に一部の人しか予防接種を受けなくなった。予防接種の義務化の評判はかばしくなく、抗議の声を受けてアンチ、 バクシネーションリーグとアンチ・コンルスリー・バクシネーションリーグが1866年に結成された。反ワクチンキャンペーンの結果、1895年にはグロスターで20年ぶりに天然痘の重大なアウトブレイクが起こり、434人が死亡し、その中には281人の子供が含まれていた。それにもかかわらず、イギリス政府は抗議者たちに譲歩し、 1898年に予防接種法の罰金を廃止し、予防接種の効果を信じない親のために、良心的拒否者の条項を制定した。翌年には25万人が良心的拒否を行い、1912年には新生児の半分未満しか予防接種を受けない事態となった。1948年にはイギリスで天然痘の予防接種は義務とされなくなった。 ルイパスツール狂犬病は、狂犬病ウイルスが、哺乳類に感染することで引き起こされる、致死性の高い病気である。21世紀では主にキツネやコウモリなどの野生の哺乳類が感染する病気であるが、最も古くから知られているウイルス病の一つである。英語のレイビースという語は、紀元前3000年頃のサンスクリットで、狂気、奮怒を意味する、ラブハースに由来し、 この病気は4000年以上前から知られている。狂犬病と思われる記述は古代メソポタミアの文献、紀元前2300年頃のエシュヌンナ法典にも見つかる。古代ギリシアでは狂気を意味するリッサ、またはリートと呼ばれていた。アリストテレスの記述は、この病気について明確に記載した最後の例の一つであり、病気が どのように人間へ伝えられたかが記述されている。一世紀にケルススは、狂水病と呼ばれる症状について記録した。彼は、感染した動物や人の唾液に、粘液状の毒か何かが含まれていることを示唆し、これを記述するために、ウイルスという語を作った。狂犬病は、流行を引き起こすことはないが、狂気、水への恐怖、そして死、というおぞましい症状のため、 感染は大いに恐れられた。ルイ・パスツールの時代のフランスでは、狂犬病は毎年数百人の感染がある程度であったが、その治療は絶望視されていた。その危険性に気づいたパスツールは、狂犬病の犬に原因となる微生物を探し始めた。パスツールは、狂犬病で死亡した犬の脊髄を乾燥させて砕き、それを健康な犬に注射しても感染は起こらないことを示した。 彼は感覚を短くしながら同じ犬への乾燥組織の注入実験を繰り返し、その結果感染した脊髄の新鮮な組織を注入しても犬は生存するようになった。パスツールは犬を狂犬病に対して免疫化することに成功したが、彼はあとに50回以上も実験を繰り返した。ロンドンの通りの狂犬病の犬を描いた1826年の漫画 パスツールは自分の方法がどのように機能しているのかほとんど検討もつかなかったが、1885年7月6日に母親によってパスツールのところへ連れられてきた少年ジョゼフ・マイスターにその方法を試した。彼は狂犬病の犬による交渉だらけであり、母親はパスツールに息子を助けてくれるよう懇願した。パスツールは科学者であって医師ではなく、 事態は悪化した際に、彼の身に起こることをよく理解していた。それにもかかわらず彼は少年を助けることを決心し、狂犬病に感染したうさぎの脊髄組織を量を増やしながら10日間にわたって注入した。パスツールは後に、この子供の死は不可避なものに思われたので、私は深刻な不安を覚えることなく、犬で常にうまくいっていた方法を、 ジョゼフ・マイスターに試すことを決心したと記している。マイスターは回復し、7月27日には母親と共に帰宅した。パスツールは同じ年の10月にも二人目の少年の治療に成功した。その少年ジャンバティスト・ジュピエは15歳の羊飼いで他の子供たちを狂犬病の犬から守ろうとして重度の交渉を負ったのだった。パスツールの治療法は その後50年以上も使われ続けた。病気の原因については、1903年にアデルキネグリが狂犬病の動物の脳に、現在ではネグリ固定と呼ばれている、顕微鏡的病変を発見するまで、ほとんど明らかにされていなかった。彼はそれらが原生動物の寄生体であると誤って考えていた。ポール・リマリンガーは、ロカ実験によって、それらが、 原生動物よりもずっと小さく、さらに細菌よりも小さいことを示した。30年後、ネグリ固定は100、150ナノメートルの長さの粒子の凝集体であることが示された。現在ではそれはラブドウイルスの粒子の大きさであり、そのウイルスが狂犬病を引き起こすことが明らかにされている。20世紀入ろうという頃に、細菌には小さすぎて通過できない光景を持つ、 フィルターを用いた実験からウイルスの存在の証拠が得られ、それらを記述するためにろ過性ウイルスという語が作られた。1930年代までほとんどの科学者はウイルスは小さな細菌であると信じていた。1931年の電子顕微鏡の発明によってウイルスが細菌とは全く異なるものであることが 示されたが、有毒なタンパク質が蓄積したものではないと、すべての科学者が確信するには至らなかった。ウイルスが DNA、または RNA からなる遺伝物質を含むことが発見されると、状況は劇的に変化した。それらが、他とは異なる、生物学的実態であることが認識されると、植物、動物、そして細菌に対する多数の感染の原因と、 なっていることがすぐに示された。20世紀には人の多くの病気がウイルスによって引き起こされていることが発見されたが、その中の一つである天然痘は撲滅された。HIV やインフルエンザウイルスによって引き起こされる病気は、より制御が難しいものであることが判明した。また、アルボウイルスによって引き起こされる病気などが新たな脅威となっている。 歴史を通じて人類が行動を変化させるにつれ、ウイルスも変化してきた。古代はパンデミックが起こるには人口が少なすぎ、いくつかのウイルスは生き残ることができなかった。20世紀と21世紀には人口密度が増加し、濃厚手法には革命的な変化が起き、人々は高速で移動するようになった。これらの変化は、 新たなウイルスの拡散と太古のウイルスの再出現をもたらすこととなった。天然痘と同様にして、ウイルス病のいくつかは克服されるかもしれないが、重症急性呼吸器症候群のような新たなウイルス病が出現し続けている。2009年のインフルエンザのパンデミックでは、新たな系統のウイルスが封じ込めの努力にもかかわらず、いかに早く拡散し続けるかが明らかにされた。 ワクチンは現在でもウイルスに対する最も強力な武器であるが、宿主内で増殖するウイルスを特異的に標的とした抗ウイルス薬がここ数十年の間に開発されている。ウイルスの発見と制御の技術は進歩し続けている。肺炎を含めた呼吸器の感染を引き起こすヒトメタニウムウイルスは2001年に発見された。子宮頸眼を引き起こすヒトパピローマウイルスに対する ワクチンは2002年から2006年にかけて開発された。2005年にはヒト T リンパ構成ウイルスの3型と4型が発見された。2008年には風の世界ポリオ根絶イニシアティブが再開され、2015年までのポリオの撲滅が目標として掲げられた。2010年にはアメーバに感染する巨大なウイルスメガウイルスキレンシスメガバイラスチレンシスが発見された。 巨大なウイルスは、ウイルスの進化における役割と系当時への位置づけについて新たな関心を呼び起こした。天然痘に感染した最後の人物らひまばぬ、1975年。天然痘は20世紀の主要な死因であり、約3億人がこの病気で死亡した。天然痘ウイルスは、おそらくどのウイルスよりも多くの人間の死因となっている。 1966年の世界保健総会において天然痘根絶強化計画を開始し、10年以内にこの病気を根絶するという合意に達した。当時、ブラジル、インドア大陸全体、インドネシア、サブサハラアフリカを含む31カ国でいまだに天然痘の流行が続いていた。この野心的な目標はいくつかの理由から達成可能なものであると、 考えられた。ワクチンに非常に優れた保護効果があること、ウイルスに一つの方しか存在しないこと、自然宿主となる動物が存在しないこと、感染の潜伏期間が知られており滅多に変化しないこと、感染によって必ず症状が現れるため感染している人物が明らかであることなどがその理由として挙げられる。集団予防接種の後は、 病気の発見と封じ込めが根絶運動の中心となった。症例が見つかるとすぐに感染者は隔離され、濃厚接触者は予防接種を受けた。成功はすぐに訪れ、1970年までに天然痘は西アフリカでの流行は終結し、ブラジルでも1971年までに終結した。1973年までに天然痘の流行地域はインドは大陸。 ボツワナ、エチオピアのみとなった。13年にわたる世界中での組織的な疾病監視と予防接種運動の後、1979年に世界保健機関は天然痘の根絶を宣言した。根絶の主要な武器はワクチンとして用いられたワクシニアウイルスであったが、ワクシニアウイルスが何に由来するのかについて、正確には知られていなかった。それは、 エドワード・ジェンナーが用いた牛頭の株でもなく、天然痘の弱毒化株でもなかった。2017年になって、ワクシニアウイルスが、馬刀ウイルスに由来する可能性が高いことが報告された。根絶運動の中で、ジャネット・パーカーの死と、天然痘の専門家ヘンリー・ベドスンの自殺が起こった。パーカーは、バーミンガム大学の職員であり、 ベドスンの天然痘の研究室と同じ建物に勤務していた。彼女はベドスンのチームが研究していた天然痘ウイルス株に感染した。事故を恥じ、責任を感じたベドスンは自殺を遂げた。2001年のアメリカ同時多発テロ事件以前は世界保健機関はアメリカとロシアの研究室に保管されている天然痘ウイルスの在庫の破棄を提案していた。 天然痘を用いたバイオテロの恐れと感染治療薬の開発のためのウイルス備蓄の必要性のためこの計画は終了することとなった。これらの破棄が完了すれば天然痘ウイルスは人間の介入によって絶滅した最初のウイルスとなるだろう。人はマシンウイルスの唯一の自然宿主である。1960年代に予防接種が導入される以前は マシンはアメリカで毎年50万件発生し400人程度が死亡していた。先進国の子供は主に3歳から5歳の間に感染していたが発展途上国では半数の子供が2歳以前に感染した。アメリカとイギリスでは出生数に依存して毎年または各年で定期的な病気の流行が発生していた。現在流行している系統は20世紀の前半。 おそらく1908年から1943年の間に進化したものである。イングランドとウェールズにおける1940年から2007年の間のマシンの報告件数、年40万件程度から1000件以下に減少している。1950年から1968年の間、ロンドンでは1年おきに流行が発生していたが、出生率の高いリバプールでは流行は、 毎年発生していた。第二次世界大戦以前の世界恐慌の期間は、アメリカの出生率は低く、マシンの流行は散発的なものだった。戦後に出生率が増加すると、流行は一年おきに定期的に発生するようになった。出生率が極めて高い発展途上国では、流行は毎年発生した。人口密度が高く開発が遅れており、 出生率が高く予防接種が効率的に行われていない国家では、マシンは未だに大きな問題となっている。1970年代中盤のメイクミゼルズ A メモリーという集団予防接種プログラムによって、アメリカでのマシンの発生は90%以上減少した。同様の予防接種運動が他の国でも行われ、感染は50年で99%減少した。 一方でマシンに感受性の人々が未だに感染源となっており、これには予防接種計画が非効率的な国家からの移民やワクチンを拒否した人、子供に予防接種を受けさせない選択をした人が含まれる。感染によるマシンへの免疫は修正維持されるが、予防接種によって獲得された免疫は長期継続するものの次第に減弱する。ワクチンの使用については、 論争があった。1998年にアンドリュー・ウェイクフィールドと彼の同僚は鉄造された研究論文を発表し、MMR ワクチンと自閉症との関連性を主張した。研究は幅広く報道され、予防接種の安全性についての懸念が生じた。ウェイクフィールドの研究は鉄造であることが確定し、2010年に彼はイギリスの医師免許を剥奪され、イギリスで 医療行為を行うことが不可能になった。この論争を受けて、イギリスでの MMR ワクチンの接種率は、1995年の92%から2003年には80%未満に低下した。マシンの症例は、1998年の56件から2008年には1370件にまで増加し、同様の増加がヨーロッパ中で発生した。 2013年の4月には、イギリスのウェールズでマシンの流行が発生し、感染したのは主に予防接種を受けていない重大であった。この論争にもかかわらず、フィンランド、スウェーデン、キューバでは、マシンは根絶された。日本では、1992年に義務的な予防接種が廃止され、1995、1997年には、 国内で20万件以上の症例が報告された。日本ではマシンは未だに公衆衛生上の問題となっており、現在でも流行している。国内の病気の根絶を目標としたマシン排除計画が2007年の12月に策定された。マシンの世界的な根絶の可能性については、1960年代にワクチンが導入されて以降、 医学的文脈で議論が続いている。現在のポリオ根絶運動の成功を受けて、新たな議論がなされると予想される。1960年ロードアイランド州でのポリオの流行時に、タンク型の呼吸器、鉄の肺に入った患者を診察する病院のスタッフ。20世紀中盤の夏を通じて、アメリカとヨーロッパの親は、小児麻痺として知られていた、急性肺白髄炎の出現を、 毎年恐れていた。この病気は20世紀の初頭には稀であり、世界中で毎年数千件の症例があるだけだったが、1950年代にはアメリカだけで毎年6万件、イングランドとェイルズでは平均して2300件、発生した。1916年から1917年にかけてアメリカで大きな流行が発生し、2万7000件の症例と6000人の 死亡が記録され、発生件数はニューヨークだけでも9000件に達した。当時ウイルスがどのように広まっているのかについて知るものはなかった。多くの都市居住者たちは、科学者たちも含めて、病気がスタテンアイランドのような豊かな地域でより広がっていったにもかかわらず、貧しいスラムに居住する移民が感染源となっていると考えていた。フィラデルフィアのような都市でも、 同様のパターンが見られた。多くの先進国も同時に影響を受けており、特にスウェーデンではアメリカでのアウトブレイク以前に大規模な流行が発生していた。ポリオが20世紀に入ってから先進国で増加した理由は完全には解明されていない。ポリオウイルスは噴鉱経路で人から人へ伝染し、自然宿主は人だけである。そのため、 衛生環境が改善されて豊かになった時期に問題となったのは逆説的である。ウイルスは20世紀の初めには発見されていたが、それが普遍的に存在することは1950年代まで認識されていなかった。感染者のうち病気が進行するのは2%以下であり、ほとんどの感染は軽度であることが現在では知られている。流行の最中には、 ウイルスは事実上どこにでも存在していたため、公衆衛生当局は感染源を特定することができなかった。1950年代中盤のワクチンの開発を受けて、集団予防接種運動が多くの国で行われた。アメリカでは、マーチ・オブ・ダイムズによる運動の後、ポリオの年間発生件数は劇的に低下し、アウトブレイクは1979年が最後となった。 1988年には世界保健機関などの組織は世界ポリオ根絶イニシアティブを開始し、1994年にはアメリカ大陸はポリオの正常地域となり、2000年には太平洋地域が、そして2003年にはヨーロッパが続いた。2012年の終わりにはポリオの世界保健機関への報告は223件のみとなった。多くは ポリオウイルス1型の感染であり、122件がナイジェリア、1件がチャド、58件がパキスタン、37件がアフガニスタンで発生した。予防接種チームはしばしば危険に遭遇した。2013年の初めに、パキスタンでは予防接種を実施していた7人が殺害され、ナイジェリアでは9人が殺害された。パキスタンではさらなる妨害があり、 2013年2月26日には、警備を行っていた、警察官が殺害された。左から右へ、サル免疫不全ウイルスの宿主である、サバンナモンキー、人免疫不全ウイルス2型の起源とされる、スーティーマンガベイ人免疫不全ウイルス1型の起源とされる、チンパンジー。人免疫不全ウイルスは、感染が治療されなければ、 抗天性免疫不全症候群を引き起こすウイルスである。ほとんどのウイルス学者は HIV の起源は20世紀のサブサハラアフリカであると考えており、7000万人以上がウイルスに感染した。2011年までに3500万人がエイズで死亡したと推計されており、有史以来最も破壊的な流行の一つであると考えられている。HIV の1型は、 20世紀の最後の四半世紀に出現した最も重大なウイルスの一つである。1981年に5人の若い同性愛者の男性の死を報告する科学論文が発表され、エイズによる死亡が知られることとなった。ウイルスの流行とウイルスが数十年にわたって静かに出現してきていたことについてその全貌を知る者はいない。HIV は20世紀の初期に アフリカでチンパンジーと人の間の種の壁を越えた。続く年代にはアフリカで大規模な社会変動と社会不安が生じた。かつてない規模の人口移動で大多数の人々が田舎の農村から拡大する都市部へ移動し、ウイルスは離れた地域から人口密度が高い都市圏へ広がった。エイズの潜伏期間は約10年であり、 世界的な流行が1980年代の初頭に始まったというのは信頼性が高い。当時、HIV の流行について多くの責任転嫁がなされ、汚名が着せられた。HIV のパンデミックの起源についてのでアフリカ説はアフリカ人にはよく受け止められず、彼らは検討違いの非難を受けていると感じた。そのため、1987年の世界保健総会で、 HIV は不明な地理的起源から自然に発生したとする決議が採択された。HIV のパンデミックは共同体の脅威となり世界中で社会の変化がもたらされた。セクシャリティについての意見がよりオープンに議論されるようになった。かつてはタブーであった性行為や薬剤使用についての助言が多くの政府や医療供給者の講演の下でなされるようになった。 特により貧しい国々では、高レトロウイルス薬の提供と費用の倫理に関する議論によって、医療の不平等が浮き彫りとなり、広範囲に及ぶ立法の変化が刺激された。発展途上国では、HIV とエイズの影響は甚大なものであり、医療、防衛、公務員の主要組織に深刻な混乱が生じた。また、平均余命は低下し、例えば、ジンバブエでは、 1991年には79年であった、平均余命が2001年には39年にまで低下した。スペイン風邪の犠牲者を家から搬出するアメリカ赤十字社の会員、1918年。インフルエンザウイルスが抗原シフトを起こし、多くの人が新たな系統への免疫を持っていないとき、またはウイルス感受精の人口が感染の連鎖を維持するのに、 十分なほど多い時、パンデミックが発生する。遺伝的な変異は、通常、異なる系統のウイルスが、動物、特に鳥類や豚に共感染した時に起こる。脊椎動物の多くのウイルスは一種の宿主にしか、感染しないが、インフルエンザウイルスはその例外である。19世紀の最後のパンデミックは1899年に発生し、ヨーロッパで25万人が死亡した。 ロシアまたはアジアで発生したこのウイルスは鉄道や蒸気船によって迅速に拡散した最初のウイルスであった。ウイルスの新たな系統が1918年に出現し、その後に起こったパンデミックは歴史上最悪の自然災害の一つである。死者数は人大で世界中で5000万人が感染によって死亡した。 アメリカでは55万人の死亡が報告され、これは第一次世界大戦における自国の死者数の10倍であった。イギリスでも22万8000人が死亡した。インドでは2000万人以上が死亡し、日サモアでは人口の22%が死亡した。インフルエンザの流行は毎冬発生するものの20世紀にパンデミックにまで至ったのはあと2度だけである。 1957年には別の新たな系統が出現し、アジア風のパンデミックが引き起こされた。このウイルスのビルレンスは1918年の系統ほど高くはなかったが、世界中で100万人以上が死亡した。次のパンデミックが1968年に発生し、1957年の系統から新たな系統へ置き換わった。 1968年のパンデミックで影響を受けたのは主に高齢者で、重症度は最も低かったものの、アメリカで33,800人が死亡した。インフルエンザウイルスの新しい系統はしばしば東、アジアで発生する。中国の農村部はアヒル、豚、そして人の密集度が世界で最も高く、これが一つの要因と考えられる。 最新のパンデミックは2009年に発生したが、直近の3つのパンデミックはいずれも1918年のように壊滅的なものとはならなかった。なぜ1918年に出現した系統がこれほどまでに壊滅的であったのか、その正確な理由は未だ解明されていない。人の血を吸う熱帯島カエデスイージプテ。アルボウイルスは、 吸血昆虫によって人や他の脊椎動物に伝染するウイルスである。アルボウイルスという語はアーサラポート、某ウ,ウイルスに由来し、現在の分類学では正式には用いられないウイルスの拡散方法による分類である。アルボウイルスには500以上の種が存在するが、1930年代には人の病気を引き起こすものとして、黄熱ウイルス、天狗ウイルス、 サシチョウバエネツウイルスの3種だけが知られていた。現在では農園を含む人の病気を引き起こすものとして100以上のアルボウイルスが知られている。大熱はフラビウイルスの一種によって引き起こされる最も悪名高い病気である。アメリカでの最後の大きな流行は1905年に発生した。パナマ運河の建設中数千人の労働者がこの病気で死亡した。 大熱はアフリカに起源を持ちウイルスを保有する熱帯島カエデスイージプテを乗せた貨物船によってアメリカ大陸へもたらされた。アフリカで記録された最初の流行は1926年西アフリカのガーナで発生したものである。1930年代にはこの病気はブラジルに再出現した。アメリカの疫学者フレッド・ソパーは 人以外の宿主へ感染する森林サイクルの重要性と人への感染はこのサイクルを終わらせる行き止まりであることを発見した。大熱ワクチンはこれまで開発された中で最も成功したものの一つであるが流行は発生し続けた。西アフリカでは1986-91年に2万人以上が感染し、そのうち4000人が死亡した。1930年代には セントルイス農園、東部場農園、西部場農園がアメリカに出現した。ラクロス農園を引き起こすウイルスが1960年代に発見され、ウエストナイルウイルスが1999年にニューヨークに到達した。2010年現在、デングウイルスが最も流行しているアルボウイルスであり、ビルレンスが高くなった系統がアジアやアメリカ大陸で拡散している。 肝炎は古代末期から知られる肝臓の疾患である。その症状は横断を伴う。肝炎を引き起こす多くの因子の中にはウイルスも含まれ、特に A 型肝炎ウイルス、B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルスが主要な原因となる。横断の流行は歴史を通じて記録されており、主に戦場の兵士がその影響を受けている。この戦役黄疸は中世には ありあふれたものだった。また、それはナポレオンの軍隊や19世紀と20世紀の主要な戦闘のほとんどでも発生した。アメリカの南北戦争では4万を超える症例と約150人の死亡が報告された。流行性の横断を引き起こすウイルスは20世紀の半ばまで発見されなかった。流行性の横断と血液を介して感染する。 王断とが異なる疾患である証拠が1946年に発表され、それぞれに対し A 型肝炎、B 型肝炎という名称が1947年に初めて用いられた。1960年代に B 型肝炎ウイルスが発見され、A 型肝炎ウイルスは1974年に発見された。B 型肝炎ウイルスの発見とその検出法の発明は、 医療、美容に関するの処置の多くに抜本的な変化をもたらすこととなった。検血のスクリーニングが1970年代初頭に導入され、ウイルスの伝染は劇的に減少した。1975年以前に集められた結晶と第8因子にはしばしば感染性レベルの B 型肝炎ウイルスが含まれていたのだった。1960年代の末までは、 医療の専門家はしばしば非下注射針を再使用しており、また彫りの針も一般的な感染源となっていた。1990年代の末には、上駐薬使用者による感染の拡大の防止を目的とした注射器交換プログラムがヨーロッパとアメリカで設立された。これらの手段は、その後の HIV や C 型肝炎ウイルスの影響を低減するのにも役立った。 重液は人を除く動物の病気のアウトブレイクである。20世紀を通じて動物、特に家畜のウイルス病の重大な流行が世界中で発生した。ウイルスによって引き起こされる多くの病気の中には、抗体液、牛液、鳥と豚のインフルエンザ、豚熱、ブルータングなどが含まれる。2001年イギリスでの抗体液のアウトブレイクで示されたように、 家畜のウイルス病は農場経営者とより大きなコミュニティの双方に壊滅的な影響を与えるものである。牛液は東アフリカに1891年に出現し、速やかにアフリカ中に拡散した。1892年までに東アフリカの牛の95%が死亡し、その結果飢饉が発生した。農場主や遊牧民の中には牛に完全に 依存していた人々もおり、その生活は荒廃した。マサ遺族は人口の2、3が死亡した。飢饉の後を追うように発生した天然痘の流行によって状況はさらに悪化した。20世紀の初頭には牛液はヨーロッパの一部とアジアではありふれた病気であった。予防接種を含む貿易対策によって病気の広がりは世紀を通じて確実に減少していった。 1908年までにヨーロッパは正常地域となった。アウトブレイクが第二次世界大戦直後に起こったが、これらは迅速に鎮圧された。アジアでは病気は拡大し、1957年にタイでは多くの水牛が死亡したために、田んぼで稲を育てる準備ができず、援助が必要となった。ロシアでは、ウラル山脈の西側の地域は、 レーニンが貿易に関するいくつかの法律を承認していたため正常地域であったが、東側の地域は依然として病気が広く蔓延しているモンゴルや中国から牛疫の感染が常に起こっていた。インドでは南部のタミル・ナード州とケイララ州がこの病気の足場となっていたが、20世紀を通じて拡散の防止に取り組み、1995年までに根絶された。 アフリカでは1920年代と80年代の二度の大流行に苦しめられた。ソマリアでは1928年に重大なアウトブレイクがあり、1953年まで国中で広く蔓延した。1980年代のタンザニアとケニアでのアウトブレイクは2600万本のワクチンを使用することで抑制され、 1997年の再発も集中的な予防接種運動によって鎮圧された。世紀の終わりまでに牛液はほとんどの国家で根絶された。残された流行地域はエチオピアとスーダンであり、1994年に国際連合食料農業機関によって2010年までの世界的根絶を目標とした世界牛液根絶計画が開始された。 2011年5月に FAO と国際獣疫事務局は自由に循環するウイルス病としての牛液は世界から根絶されたと宣言した。口蹄液はアフトウイルス属の一種によって引き起こされる伝染性の高い病気でポリオウイルスと同じファミリーに分類される。ウイルスはオモニアリヒズメ類に感染する。アフリカでは古代から存在し、 おそらく輸入された家畜によって19世紀にアメリカ大陸へもたらされたと考えられる。皇帝駅は死に至ることは稀であるが、羊や牛の群れの中でのアウトブレイクによる経済的損失は大きなものとなる。近年でも2001年イギリスでの皇帝駅のアウトブレイクが起こり、数千頭の動物が殺処分され焼却された。インフルエンザウイルスの自然宿主は豚や鳥類であるが、 おそらく古代末期から人に感染してきたと考えられる。ウイルスは野生動物や家畜に軽度のまたは重度の病気を引き起こす。野生の鳥類の多くの種が渡りを行うため、インフルエンザは時代を問わず大陸を越えて拡散されてきた。ウイルスは多数の系統に進化を続けており、常に存在する脅威となっている。21世紀の初頭も、 ウイルスによって引き起こされる家畜の流行病は深刻な事態をもたらし続けている。ブルータングはオルビウイルス属の一種によって引き起こされる病気で2007年にフランスで羊に出現した。それまでこの病気は主にアメリカ大陸、アフリカ、南アジア、オーストラリア北部に限定されていたが、現在は地中海周辺地域で新たに発生している病気である。 シルバーリーフコナジラミベミシアタバシーはキャッサバモザイクウイルスの媒介者である。20世紀の間に植物の多くの古い病気がウイルスによって引き起こされていることが判明した。その中にはトウモロコシスジマダラウイルスやキャッサバモザイクウイルスなどが含まれる。人と同様、植物が近接して繁殖するとそのウイルスも増殖し、 その結果、甚大な経済的損失と人類の悲劇が引き起こされる。1970年代を通じて、ヨルダンでは、トマトとウリ科植物が広く栽培されていたが、その全域がウイルスに感染した。同様に、コートジボワールでは、30種類のウイルスが、豆類や野菜に感染した。ケニアでは、キャッサバモザイクウイルス、トウモロコシスジマダラウイルス、 落下性のウイルス病によって作物の最大70%が失われた。キャッサバは東アフリカで最も多く栽培されている作物で2億人以上の人々の主食となっている。キャッサバは南アメリカからアフリカに持ち込まれ貧しい土壌でもよく生育する。キャッサバの最も重要な病気はジェミニウイルスの一種キャッサバモザイクウイルスによって引き起こされ、 シルバーリーフコナジラミを介して植物館に伝染する。この病気は1894年に最初に記録され、20世紀を通じて東アフリカでアウトブレイクが起こり、しばしば基金をもたらした。1920年代にアメリカ西部の天才農家は横ばいに媒介されるビートカーリートップウイルスの害による甚大な経済的損失に苦しんだ。 1956年には、キューバとベネズエラの米の収穫口の25%から50%が稲ハガれウイルスによって壊滅した。1958年には、コロンビアでも多くの水田で損害が生じた。アウトブレイクは1981年に再発し、最大で100%の損失となった。ガーナでは、1936年と1977年に、 粉貝殻虫に媒介されるカカオボウコズエウイルスは1億6200万本のカカオの木に損害が生じ、その後も毎年1500万本の割合で失われていった。1948年アメリカのカンザス州では小麦の収穫口の7%がチューリップサビダニエイサー・アートゥーラペによって拡散される小麦スジマダラモザイクウイルスによって壊滅した。1950年代には ポティウイルスの一種パパイアリンテンウイルスがハワイオアフ島のソロシュのパパイアに甚大な損害を引き起こした。ソロシュは前世紀に島へ持ち込まれたが病気は1940年代以前には島では見られなかった。このような災害は人間の介入によって作物が新たな媒介者やウイルスと出会い生態学的変化が引き起こされたことによって発生した。カカオは 南アメリカ原産であり、19世紀後半に西アフリカに移入された。1936年に粉貝殻虫によって自生樹木からプランテーションの樹木へカカオ某小鶴病が伝染した。新たな生息地が植物のウイルス病のアウトブレイクを起こすこともある。1970年以前にはライスイエローマトルウイルスはケニアのキスム地区でのみ見られたが、 考えによって東アフリカの多くの地域で稲の工作がなされるようになるとウイルスは東アフリカ中に拡散した。人間の活動が現地の作物に植物ウイルスをもたらすこともある。柑橘トリステザウイルスは1926年から1930年の間にアフリカから南アメリカへ持ち込まれた。同時期にミカンクロアブラムシがアジアから 南アメリカへ移入し、ウイルスの伝染は加速された。ブラジルのサンパウロでは1950年までに600万本以上の柑橘類の樹木がウイルスによって故死した。CTV と柑橘類の樹木は原産地では何、世紀にわたって強進化してきたと考えられる。CTV が他の地域へ移入され柑橘類の新たな変種と出会ったことで植物病による 壊滅的なアウトブレイクが引き起こされた。人間による植物ウイルスの移入によって引き起こされる問題のため、多くの国家は危険な植物ウイルスや昆虫媒介者を含む可能性のあるいかなる物品に対しても厳しい輸入規制を敷いている。進行ウイルスとは比較的最近になって宿主の種に感染するようになったウイルスである。人の場合、多くの進行ウイルスは 他の動物に由来するものである。他の種へも伝染するウイルスによって引き起こされるとき、人の病気は人獣共通感染症と呼ばれる。重症急性呼吸器症候群は新型のコロナウイルスによって引き起こされる。他のコロナウイルスによる人への感染は軽度であることが知られているため、この新しいウイルス株のビルレンスの高さと迅速な拡散に対して医療専門家は 警告を発し、社会不安が引き起こされた。大規模なパンデミックの不安が現実のものとなることはなく、約8000の症例と800人の死者を出した後、2003年7月までにアウトブレイクは収束した。サーズウイルスの正確な起源は知られていないが、コウモリに由来するものであることをエビデンスは示唆している。フラビウイルスの一種であるウエストナイルウイルスは1937年に、 同定され、熱病の女性の血液中に発見された。カトチョ鳥類が保有している。このウイルスは、1950年代に北アフリカと中東で感染のアウトブレイクを引き起こし、1960年代にはヨーロッパの馬が犠牲となった。人での最大のアウトブレイクは、南アフリカのケープ州で1974年に発生し、1万人が発病した。 人や馬での流行の頻度の増大は1996年に地中海周辺地域で始まった。ウイルスは1999年までにニューヨークに到達し、その後アメリカ全土に拡散した。アメリカでは川ン下に最も多い量のウイルスを保有しており、発症件数は7月中旬から9月初めにかけて増加する。気候が涼しくなると、 蚊が死ぬため病気の危険性は減少する。ヨーロッパではアウトブレイクが多数発生し、2000年にイギリスでは人、死んだ鳥類、蚊、そして馬におけるウイルスの保有率を監視するプログラムが開始された。ウイルスを保有する種の下級レックス・マデストゥースは以前はイギリスには生息していないと考えられていたが、ケントの北部の小宅地に生息している。この蚊は 南ヨーロッパに広く分布し、ウエストナイルウイルスを保有している。1997年に、マレーシアの農家と飼育されていた豚で呼吸器疾患のアウトブレイクが起こった。265件以上の農園が記録され、そのうち105件は致死性であった。犠牲者の農からは、新種のパラミクソウイルスが発見され、彼が暮らしていた村の名前をとって、ニパウイルスと名付けられた。 感染は、オオコウモリのウイルスによって引き起こされる。オオコウモリは、生息地が森林伐採で破壊されて、豚の農場の近くの樹木へ移動し、その糞から豚へ、ウイルスが伝染した。マールブルグウイルスフィロウイルス科のウイルスは、致死性の高い病原体である。フィロウイルスは、ウイルス性出血熱を引き起こすフィラメント状のウイルスで、エボラウイルスや、 マールブルグウイルスなどが含まれる。マールブルグウイルスは2005年4月のアンゴラでのアウトブレイクによって広く報道の関心を引くようになった。2004年の10月に始まり2005年に入っても継続し252件の発症件数のうち227人が死亡した。西アフリカでのエボラウイルスの流行は2013年に始まり HIV の出現以降で 最も壊滅的なものとなった。最初のアウトブレイクは2013年12月、ギニア南部の村、メディアンデで起こった。最初の犠牲者は2歳の少年、彼の3歳の姉、彼らの母親と祖母であった。家族や介護者が散列した祖母の葬儀の後、病気は近隣の村へ拡散した。2014年3月までに、地域の公衆衛生当局が懸念し、 ギニアの保健省や報告を行うほどアウトブレイクは深刻なものとなっていた。その年の中頃までに流行はリベリアやシエラレオネへ拡散した。2015年6月の時点で世界保健機関は2万7000件以上の症例を報告しており1万1000人以上の死者が発生した。エボラウイルスの自然発生源はおそらくコウモリである。マールブルクウイルスは猿から ラッサネツは、ネズミの一種マステミスナタレンシスから人へ伝染する。人獣共通感染症は、多くの場合人は感染への免疫を持っていないため、重症となり、ウイルスのビルレンツが低下するのは、新たな宿主へよく適応した時だけである。いくつかの人獣共通感染症において、人への感染はしばしば、行き止まりであり、ウイルスは、 人から人への拡散を効率的に行えないため、初期のアウトブレイクの後は感染率が低下する。21世紀の初頭には発展途上国での壊滅的な流行に対する世界的な認識の高まりが見られた。これらは過去の数十年の間、国際的な医療コミュニティから比較的認知されないまま見過ごされてきた。ピーター・メダワーはウイルスについてタンパク質に包まれた。 悪い知らせと記述した。バクテリオファージのような例外を除いて、ウイルスは病気や死の原因に他ならないという至極当然の評価を受けている。しかし、多くの生態系におけるウイルスの豊富な存在と圧倒的な存在感は、現代のウイルス学者たちに生物圏におけるウイルスの役割について再考するよう促している。地球上には、 約1031のウイルスが存在すると推計されている。そのほとんどはバクテリオファージで、そのほとんどは海洋に存在する。微生物は海中のバイオマスの90%以上を構成しているが、ウイルスはこのバイオマスの約20%を毎日殺しており、海洋中には細菌や小細菌の15倍のウイルスが存在すると推定されている。ウイルスは しばしば他の海洋生物を殺す有害な藻類ブルームの迅速な破壊を担う主要な要因であり、海洋の卵巣の主観の環境的なバランスを維持し、地球上の生物のための適切な酸素合成を助けている。広範囲の抗生物質に耐性を示す細菌株の出現は、細菌感染の治療において問題となっている。ここ30年の間に開発された、 新たな抗生物質のクラスは2つだけであり、細菌感染と戦うための新たな方法が求められている。バクテリオファージは1920年代に初めて細菌を制御するために用いられ、1963年にはソ連の科学者たちによって大規模な臨床試験が行われた。この業績は1989年に西側諸国で、 試験の結果が発表されるまでソ連の外側では知られていなかった。薬剤耐性細菌によって引き起こされる問題は近年増大しており、バクテリオファージとファージセラピーの利用に再び新たな関心が寄せられている。ヒトゲノムプロジェクトによってヒトゲノムの至るところに無数のウイルス由来 DNA 配列が散在していることが明らかにされた。これらの配列は 人の DNA の約80%を構成しており、太古のレトロウイルスが人の祖先に感染した痕跡だと考えられている。これらの DNA 断片は人の DNA 中にしっかりと定着している。この DNA のほとんどはすでに機能を失っているが、これらの有効的なウイルスの中は人の発達に重要な新しい遺伝子を持ち込んだものもある。 ウイルスは植物にも重要な遺伝子を伝達してきた。全候補生の約10%はウイルスによって卵巣から植物に伝達された遺伝子の産物を利用して行われている。ありがとうございます。